あ、知ってるよ、ゆうゆうたが分裂来てたんは。何しに来た、あいつ。<laughs> あ、何しに来た。普段、分裂の、プの字も覚えとらんようなやつが、何しに来たんや。ツイッチバンされたじゃあゆうゆうたはもう分裂っこいよ、お前。そんなお前未来のないサイトにおったってしょうがないって。あてかさ、ツイッチの俺配信者全員引き連れてオープンレック来な。うん。そんなサイトでやってても未来ないってユうたが証明してくれたやろうん。それでいいじゃん。 ああ、ノッコン寺田みたいな喋り方だね。その人知らないけどね。名前しか知らん、俺。ええー。なんかあれだろエッチなバレーボール、スモモンがやってたさ、あの、エッチなバレーボールのゲームやってて、っていう。それは聞いてたけど、あれがエッチすぎてバンされたんあんなもんさ、だってあれ、公営テクモやったか、どっかが出してる、日本の企業が出してるゲームなのに、それはプレイしてバンされて意味わかんなくねじゃあ、その企業に対して言ってこいよな。資料アップにしたって、 はえ、それマジ尻をアップにしてエッチな、エッチなゲームで別におまんまも何も出てないんやろ尻をアップにしただけでバンされたんだったらおめえあの実写配信でさ、お前父とか出しとったりしとるさ、あいつら全員バンしてこいや。な、<laughs> 俺はユ々た味方やぞ <laughs> <laughs> は作り物に厳しいんじゃん。これだからおめえアメコーはよ。タグまであんのに そのゲームのタグまであんのにそれでバンしてきたっての意味わかんねえな。そのゲームでできることやんな、単純に。はーいや、やすりおりじゃなくて、それはかわいそうよ、普通に。俺が逆の立場やったら、ゆう々ううやったら、ツイッチ、あの、なんか、ま、ま、ま、あの、ツイッチ、や、ちょっとやってきやんかなって言うかな。うん、へえ。ー。ケツに厳しいのアモーランスとかどうなってんのよ。<laughs> <laughs> 今キヒーって音が聞こえた俺すごい音が頭の中でビーってうんすごいあれうんまあねちょっと内緒ねこれ今のはうんケツでバンされる、まあ、あ、てか,だかツイッチジャパン教えてくんねえよなんでバンされたかって分かんない、俺だけかもしんねえけどだから嫌なんだよねー白人女が若手配信してて規約の意味ってあるのよって炎上して脱出してるしてる海外の記事のやつやろ 白人の女が裸で配信してんのがバンされないみたいな、父とかこうやって、たゆ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 して、あれ、白人の女やったんや。あんまり分かりにくいけど、そうそう、あの胸,胸の谷間見せつけてる、配信してん、何の意味あんねや、タグにっていう。白人だから、だから差別よ、俺らは。それ、言悠太、うたツイッチで言わなきゃ、ちゃんとね。自分があったことじあの、伝えることが大事やから、配信者は。ちゃんと言悠太、ツイッチはおかしいっていうふうに言って、そういう旗を掲げて、俺は後ろからそうだ、そうだって言っとるから。 おえちゃん味方につけても、損にしかならないよ自分らしく生きようやな自分に正直になれやあ,あ、知ってる連絡来てた松本が盗撮されてブチギレてたんやろなんか配信者かなんか知らんやつに盗撮されて、それで松本がブチギレて、それであの、すいません、あの、大物配信者の友人の布団さん申し訳ありませんでした。布団さんちゃんみてえなさ <laughs> な舐め腐ったことしてんねやろはは <laughs> 脇書きが一番切れるパターンのやつやん。あの、俺に、矛先向けやんにやったら好きにしていいぞ。ははははは。まあ正直おもろいと思う。おもろいけど、まあ、あの、松本側からしたらたまったもんじゃねえ、そんなもん。はははは。一番いい煽りだねね。 俺もどっちかと言えば心情的にはそ、そそのなんちゅうの、捨てはげさんっていうのを知らないけど。俺もどっちかと言えばそういうタイプの人間やから。感情移入はできるけど、あの、お前は松本を敵に回したと <laughs>。まあ、まあなあこっちからしたら意味わからんけど、向こうの界隈では面白いってなるんじゃねえわかんねえけど。うんうん。へえー。 まあいいよいいよよそんなお前そんな構いだせそういうのしどくみたいになって配信者が肩身狭くなるっていうかいずれ外出にくくなるからそんなあの支援しちゃダメダメめんどくせえからようんうんそんなに荒れてなかったんやでもうあれでしょ界隈が違うんだよ俺はあんま分かってねえけど映しただけであんな切れんのってまあ盗撮系とかはねなんかその例えば家に帰るとことかやったりしたら問題になるからいやなんじゃね 俺はあんま外出ねえからそういう経験もないからわかんないですけど。<laughs> しかも配信可能エリアだったえじゃあ、松本が悪いわ。<laughs> いや、しゃ、別に、あの、そんな怒ってないんでしょなんか、お前ら勝手に切れてたって言ってるだけでしょ <laughs> え、なにそれ <laughs> じゃあ別に誰も悪くねえわ。いや、でもそれでもし、なんか、いざこざがあったんやったらうまい返しやな、とは思う、俺は。 ちゃんと切れてたなんか、最近わからんねん、おめえらが。いや、なんか、俺の中ではそんなことで切れるわけないじゃんっていうのも、なんか、切れてたって言うしさ、でも、わからんねん。人って何で起こるかわからんから。結構切れてたのそれ、撮り方が、配信可能エリアだったとしても、あ、何々だって勝手に撮ってたら、やっぱりいい気分しなかったんじゃないでも、まあ、配信可能エリアなんしゃあないなって思うけど。えー、ガチで切れてたんだ。わかんねえな何、どういうところツボかわかんねえからな なんか俺も急にキレられたりすんのかな話してて。<laughs> そこまで話した例えば俺まだキレられたこと5回ぐらいしかないと思うけど、そんなに怒る人かうーん。うーん。多いねって、ごめんなさい。嘘です、さすがに。あ、2回ぐらい不機嫌にさせたことはあると思うけど <laughs> 別に怒られたことはねえや。2回ぐらいは不機嫌に確実にさせてるけど、うん。 まあまあ別に怒られたことはない。あ、こういうのあかんのか、みたいな。ええー、もっとあるだろうダスオークにキレられたのは2回あるけど。<laughs> ごめん、ごめんちゃい。ごめんちゃい。まあお前の言い分もわかる。でも俺にも言い分があんねん。な、仲良くしよう。へえ<ー>。うんうん、ダスオークに怒られるとかなかなかねえぞってね。難しいな <laughs> お前も親孝行うんで機嫌悪くなってなかなってなった。だからツボがあるんやって松本にうよおめえ。料理作ってる時にさ、こうやって、おめえなんかこういうのしろよみたいに言われてさ、なんか親がどうこうって言われてさ、人の糧に口挟むんじゃねえよって。俺も一回切れたから、だからみんなあるねん、そういうポイントが。何で切れるかわからんねんな、人は。うん。あれがちなのいや、わかんないあんま覚えてないけど。 あれ、ネタじゃなかったのでえー、どうやったかな覚えてねえや。怒りで頭真っ白いなって覚えてない。怒ってたんかなはははは。<laughs> ま、その後まあちょっとしつこいとこあるからな。まあ、それはそれでいいとこよ。掘り下げようっていう気持ちがあるんやでさ。その後ナイフでザクザクしてた、してたよな、リンゴを。て。なんかリンゴ包丁つけたまま落としたわ。もう本当に包丁使えなくってよ。おいちゃん、ダチョブのギャラいくらなの 多分みんな一緒やと思う。噂によると。うん。いや、なんか最近ギャラとかか、てかダチョボ俺出てねえからさ、ここ数ヶ月。半年以上。わかんねえな。もう担当も変わっちゃってよ。お前それのラインラインこれか。えー、っと。いや、言わねえよ。<laughs> <laughs> ちょ、ごめん、普通で忘れてるんやけど、なんで俺今から見てさ、えー、っと、いくらやったかなーって確認して報告すんねん。おかしいやねえか。そうだ、言わねえよ。うん、長いノリツッコミだった。いや、普通にいくらか忘れてんねん、俺。ええーって、まあ、言うて、あの、や、え、まあ、安いかどうかわかんないけど。まあ、ぶっちゃけ安いと思う。え、わかんない。 えー、なんでギャラって言っちゃダメなのわかんない。まあギャラを言うとこの人は高くてこの人は低いみたいな問題がいろいろ出るからそういうのはなんかみんな黙っときましょうねみたいな暗黙の了解があるんじゃねなんか知らんけど俺もそういう話はしちゃいけないって認識があるわ。なんでって言われたら困るけど。うーん 村ま子が月収29万でツイッチで言ってたぞっておめえさ、行き遅れのババアがよ、家でさ、だら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 さ、あの切ったねささ、顔とかさ、唾とか吐き散らしながら喋ってるだけでそんだけもらえてんねやで、なんそれ以上の幸せねえやろ。<laughs> えっていうふうにちょっと思っちゃったんやけど、僕は。ど,どうなんやろ。それ夢ないんか十分すぎやろ。まだツイッチ始めてすぐやろ。投げ銭含めて40万もらってる。めっちゃもらってるやん。広告収益が大半ってことか。 すげえじゃん。普通にやっていけるような。高額納税者になる。え、でもさ、村の子ってさ、俺ツイッチどうなってるのか知らんけどさ、それが29万で投げ銭で40万ってことはさ、他の奴らもみんな特定できることね。<laughs> <laughs> え、それ基準に考えたときに、累計の再生数とか全員見てーって。出そうく金ない金ないとか言ってるけど、いくらぐらいもらってんのかとかってそれでできるんじゃね出そうくの方が絶対それより多いやろ。 ほら、ダ脱ク月収これどんだけ少なく見積もっても50万以上もらってるってことにな、らんか。あれでそうなんじゃねわかんねえけど。みんななんか配信者金ない金ないって言うような。あれ、嘘やぞ。<laughs> <laughs> <っ>あれえ、ごめん、俺正直やで。なんかこういうことって、なんか、いや、俺も、だって俺も釣られてそれでさ、ないよーって言う。いや,嘘やっぱ嘘つけない。いや、ないやあるよみんな。うん。なんでそんなないないアピールするの 使いすぎなんか俺はまあ使わねえけどだって使ったら損じゃんその分金減るもん使わなきゃ意味なくないかで何かで使う機会来るんじゃね俺はだってめいっ子とかがもしなんかなお兄ちゃんとかがなんかよくあの仕事とか失ったとしたら俺はそのめいっ子の面倒を見ようと思ってるから貯めとけばいいのようんああ 実家に入れろやってお母さんに入れたらさお母さんが亡くなった時に俺に帰ってきてて相続税取られてそんやだからお母さんにあげたくない <laughs> え僕はねあ論理的に考えてね俺そういう考えあるんうんなんなら僕お小遣いもらった方がいいと思ってんねやけどお母さんからんどっちが賢いかってなったらそうじゃねそんなことを考える考えるなんかお母さんにあげるのはなんか総合的に見て国に取られてるだけって判断しちゃうわ 困ってたら、なんか、な、なんかしてありたいけど。そんな困ってるとは思えない。無駄に倹約家っぽいのが弱難っぽくて好きいや、違いますけど、弱難じゃないですけど。何お前、俺と、あなんかお俺をお前、同じステージにずり下ろそうと人にやめろ。<laughs> <laughs> でも僕は倹約家ではありますね。弱難営業してないでしょー。 はい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 。お前ら弱すぎるだけなで、<laughs> 違う違う。弱なのふりしてない。どっちかと言えばそっちよりやけど、お前らが弱すぎるだけっていつも言うてるやん。お前らデコピンで吹き飛ぶもん。女の嘆ききすすでお前ら倒れんやろ泡吹いて。女に投げキスされただけで、なんか、あの架空のハートとかがやってきて、それが触れた瞬間に、ふわーって倒れんやろ <laughs> フリーレンかよ、今。何フリーレンそんなことしてんの